ターボ RT はイギリスの自動車メーカーであるベントレイモーターズが1997年から1999年まで販売していた高級車である。ターボ RT はターボシリーズの最後のモデルであり、最もパワフルで最も高価なモデルでもある。コンチネンタル T に搭載された 298kW の6 7 5ルツインターボエンジンが搭載された。 先代のターボアールとの外見の違いは、スポーツホイール、メッシュグリル、メッシュが挿入されたボディ移動色バンパーである。最高速度は時速 245km に達し、当時最も高速な4度ダンであった。アメリカでの価格は22万1600ドルで、わずか252台が生産された。1998年、ロンドンのディーラーであるジャック・バークレーは、 多くの特殊な機能を組み込んだ車を発注した。これは RT の最もレアなバージョンでベントレーターボ RT オリンピアンとして販売された。ゴースポークのアロイホイールとオリンピアンのバッジで識別できる。このバージョンはわずか4台のみ生産されたと推測される。マリナーバージョンはさらに特別かつ高価なバージョンでエンジンは3 1 3ットにパワーアップされた。 ボディーワークやオプションはより自由に選択でき、それが最大の特徴であった。マリナーはクルーに拠点を持つベントレーのコーチビルダーだった。新しいターボチャージャーの採用とエアインテークの改良により、最大トルクは861ナノメートルに達した。ターボ RT マリナーは255、55タイヤと新しい18インのスポーツアロイホイールを搭載する。 1997年から1998年の2年間だけ生産され、トータルで252台が生産された。マリナーバージョンは56台生産され、うち7台が右ハンドル仕様であった。7台が標準ホイールベースで、49台がロングホイールベース版だった。ありがとうございます。